その企画に出るね、ジャック・ストローというバンドは僕すっごい大好きなバンドなんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。もう嫉妬するほどかっこいいバンドなんですけど、あのそのバンドも含めて5バンドぐらいがね、シェアしてるスタジオがあって、門真にね、大阪の門真にあるんですけど、そこであのこの間機材がね、めっちゃ大量に盗難されたっていう非常に悲しい出来事がありまして、あのほんま腹立ちますよね。もう5バンド分のジャック・ストローはなんかマーシャルのキャビを取られたらしいんですけど、他のバンドさんはもうほぼほぼエフェクターからギターからアンプからね、一生懸命、あの絶対ねバンドで儲かってる人たちではないはずなんで、めっちゃ頑張って働いて、なんとかして自分の音を作ろうと思ってね、買った機材だと思うんですよ。それをこう盗むっちゃね、もう人のやる修行じゃないですよ。でまあそういうことがあってね、で、あの非常にそのバンドたちはめっちゃいいバンドばっかりなのに、なんかちょっと弱ってるわけですよ。だから僕らはちょっと頑張ってねやらなあかんなと思うし、なんかネットとか Twitter やら Facebook やらでもシェアしまくってるんですけど、あのよかったら、うちの、あ、今日あのどなたか見に来られたっていう方は、あのフライヤー、うちのフライヤーにそのことちょっと書いてたりとかするんで、ネットとかでいっぺんほんま見ていただきたいなと思いますし、で、あの僕あの今日台湾さんも渡せたら渡しますし、あの渡せんかっても僕らのサイトがあってね、ザンのサイトがあるんですよ。ただザンで検索しても出てこないんでね、あのザン THAN にスペース開けてウェブって WEB ですねって言ってもらうと、うちのバンドのサイトが出てくるんで、あのでそこの頭にドアタマに一応リンクさせてもらってるんで、そこからも見てもらったりとかして、あのちょっと被害の状況もそうですし、あの結構面白い機材いっぱい持ってあったんで、あのなんていうんですか、オークションとかでもし流れてたりとかしたら、あのぜひ情報欲しいなとか、あとなんか楽器屋さんとかにつけのある人は、あのもしさんが来たらぜひ連絡してあげてほしいなとか思うわけなんです。なんであのぜひぜひ皆さんの協力してあげてほしいなと。僕もね、ほんまシールド1本取られただけで、多分ね、あのビールの6缶パックを5分で開けるぐらい悲しみますよ。でも機材っていうのはね、ほんま 大事なんですよ。この音もね、なかなか言うてもね、このギター1本取られたらまた同じ音は出せないわけで、その辺のね、ギター拾ってきてやるわけにはいかないんでね、本当にかわいそうだなと思うし、だいたい彼らのね、音楽をそうやって止めるやつらがいるのがもう許せないので、ね、あのそんなやつらを許さないようなね、活動をねしていきたいなと思っちゃうわけです。思っちゃうわけですよ。あのいつもねもっとフランクな感じでやるんですけどね、ちょっとそういうこともあったんでね、皆さんぜひぜひご協力をよろしくお願いします。であのもし今日 CD 買ってくださったら、あのその金でジャック・ストローに酒とかおごろうと思うんで、あのよかったら買ってください、ね、動機は不純ですけど、あの僕らはそうやって貧乏してでも、ね、バンドは続けていきますし、頑張りましょうよ皆さん、ね、音楽はね、ブロボーはいかんよ。ちなみにあのそのスタジオにね、あの一番最近行って素性が知れないやつっていうのがこのドラムなんです。無事推理をしてみたんですよ。でちょっと状況から考えても、物を持ち運ぶ量とかうんぬんかんぬん、でからそのバンドの知り合いがもしかしたらって思っちゃったわけで、思いたくないけど、けどその犯人をちょっとプチ推理してみて、犯人はここ2週間以内に下見に行ったものである、下見に行ったものであり、かつメンバーと知り合いである、そして中に何があるか、物の価値の分かってる人間であるっていうことをいろいろうんぬんかんぬん考えてみて、考えてみて一番怪しかったが僕やったっていうだけの話なんですけど、写真撮ってくださいよ、ツイッターとかに上げてください、こいつが泥棒の犯人だ。だからそれだけほんまに嫌なんで、マジで泥棒はやめた方がいいと思います。最近入ったメンバーが泥棒で抜けましたみたいな。もしかしたらほんまに疑われてるかもしれへんし。まあ疑われてるうんぬんかんぬん抜きにして、ちょっと僕は考えられないんで、そういうことをやるのは。あの楽器にかかわらず人のもん取るっていうのは
その人の生活を壊すってことなんで、俺チャリンコ盗まれたってことが 4,5 回あるんですけど、同じ部屋で結構精神的にやられるんですよ。まあそんなここには人のものを盗むようなやついないと思いますけど、物に関わらず人のことを考えてみんな行動しようぜっていうことだよ。分かったか？お前らおめえだ。なるわ。あ、もう拍手とかした方がいいと思います。終わりやる。僕は3年前に彼女を寝取られました。それは寝取ったやつの方が良かったっていう話だけど。いや、次行こうぜ、ね、というわけで、こんばんは。僕らが皆さんのハートを盗みますとかなんちゃってね。じゃああと2曲あるんでやって、ね、今日は楽しい夜を終わりましょう。ありがとうございます。なんでした。